高橋大輔選手といえば、はい、セクシーでしょ。セクシーです。セクシーです。第一にセクシー。そうですよね。そんな秘密知りたいですよね。知りたいですね。セクシーの秘訣は。秘訣どうなんですかね。セクシーの秘訣ですか。あんまり自分ではセクシーだと思ってない。じゃあご自身は何だと思ってるんですか。いやどうですかね。自然体で常にやってるんですけど。あれ初めて。セクシー。でも僕はセクシーな人は好きですね。あ、なるほど。じゃあそんな。